はい、じゃあ、絶対値の少し難しめの問題演習を、やっていきます。絶対値が7になる、数、これは正の数と負の数に、1つずつありますね。絶対値が 7になる数は、こいつは負の数ではマイナス7、それから正の数では、プラス7、この2つです。じゃあ次に、理を考えてみましょう。絶対値が4以下の整数、4以下という言葉が出てきましたね。で、右を見てください。絶対値が3より小さい整数は何個あるか。以下とかより、これは日常生活でね、普通に使ってる以下とか何々よりっていうのは使ってるんだけど、その数学で使われてる時がきちんとね、この辺はちょっと難しいので、きちんと議論していかないといけません。ここは、ちょっとポイントとしてまとめておきますね。以下とか、よりの使い方について。ポイント1、以下とか以上、こういうキーワードが出てくるときは、これはその数も含みます。すなわち5以上だったらその数5も含まれる、ここは含みます。だから絶対値が4以下っていうことは、こいつは4も含むっていうことですね。4も含んでそれより小さいということです。したがって0からの距離が4であるような値は、正の数と負の数のところに1つずつあります。で、これ以下っていうんだから、これよりも原点、0よりってことなんで、まずこの値を含んで、この内側にあるものですね、マイナス3とかマイナス2とかマイナス1、それから0、1、2、3。なぜならば、ここに整数って書いてあるからですね。整数の中からやる 0.1 とかそういうのがダメです。したがって、今の答えはマイナス4でカンマで区切ってマイナス3、カンマで区切ってマイナス2、マイナス1、0、それから1、2、3、4、その数も含む4以下の整数ということですね。それからここに、右の問題では、よりっていうキーワードが出てきています。みんなとか、よりっていうキーワードが出てきている、出てくるときは、その数は含まれません。したがって、5未満という表現が使われるときは、5は含まない、5を含まず、5よりも小さいということですね。だからよりも同じです。5より小さい、あるいは5より大きい。よりが使われるときは、小さくても大きくてもその数は含まれません。だから同じように、5も5を含まない、5を含まない。5より小さいという表現は、5を含まずにそれよりも少ないという意味なので、実質的に5未満と全く同じ意味を表すことになります。5より小さいと5未満は、これは同じだと思ってください。じゃあこれを踏まえて負の問題を考えてみましょう。絶対値が3より小さいですね。これは3は含まず、それよりも0に近いっていう意味なので、絶対値が3であるような値というのは、正の値と負の値がそれぞれ1つずつあります。プラス3とマイナス3、これが絶対値が3であるような整数ですね。しかしよりっていうキーワードが入っているので、
プラス3とマイナス3はこれ含んではいけません。プラス3とマイナス3よりも0に近い整数なので、マイナス2とかマイナス1とかあと0ですね、それから1、2、この間に挟まれている数ということになります。マイナス2とマイナス1、それから0、1、2ですね。で、ここでは、具の問題では整数を列挙せよとか数え上げようとか、そういうことは書かれてない、列挙せよというふうには、まあ、書かれてないですね。何個あるかって、これが問題です。個数を数えなさい。ここは割とこういうタイプの問題では引っ掛けでよくテストに出るんで、間違いないようにしてください。マイナス2とマイナス1と0、1、2で全部で5つです。個数を答えます。5つ、よろしいでしょうか。以上以下と未満よりは、これは使えるようになっておきましょう。